はい、こんにちは、なおさん TV です。今日は GoPro Hero 9とオズモポケットの夜間の撮り比べをしてみたいと思います。はい、こんにちは、なおさん TV です。今日は GoPro Hero 9とオズモポケットの夜間の撮り比べをしてみたいと思います。ポケット2と GoPro Hero 9の取り比べなんですけど、明るい時のものも見ていただきたいと思います。昨日撮った暗い時の差っていうのはすごい出てきたと思うんですけど、これくらい明るい時にはその差は全く感じないかと思うんですよ。今 GoPro Hero 9をポケット2と同じ高さに合わせるために1、2、3、4つもジョイントつなげたので、かなりガタガタすると思うんですよ。で、ポケット2もかなりガタガタしているんですけど、ただどちらもこの暖かい日中ではブレを確実に吸収してきちんと今撮ってるんじゃないかなと思うんですけど、これが暗い時、明るい時、さあどうなるかっていうのを確認していただきたいと思います。GoPro にはナイトモードっていうのがありますよね。ナイトモードで撮ったハイパーラプスとかナイトラプス、とっても綺麗っていうことは先日お見せしたと思うんですけど、ナイトラプスね、暗い時に特化したナイトラプスと DJI ポケット2のハイパーラプスと比較したらどのようになるかということを次に見ていただきたいと思います。このまま撮ってても大丈夫なものかどうかちょっと不安だったので、ちょっと止まってみたんですけど、 GoPro はさすがナイトラプス綺麗ですね。一方ポケット2は暗い映像のままでしたので、なんとかできないかと思って今設定をいじってるんですよ。プロモードにしまして、露出オートではなくてマニュアルにすると、シャッタースピードは1/30、 ISO 感度は1600、これでしか撮れないですね。
ちょっとこれでどのようになるかやってみましょうね。多分あんまり変わらないはず。ナイトモードがついてる GoPro の方がこういう撮影はずっと適してるような感じがします。じゃあちょっと撮ってみます。はい、再度確認してます。やっぱり GoPro 9はむちゃくちゃ綺麗ですね。一方ポケット2はやっぱり先ほどと同じで全然ダメだったんですよ。で、考えたんですけど、今ハイパーラプスで撮っていたんですね。で、ちょっと考えたんですけど、タイムラプスで撮ったらどうだろう。タイムラプスで撮ればシャッタースピードをむちゃくちゃ遅くすることもできますし、まあでも車載なのでどうかなと思いながらなんですけど、ちょっとやってみますね。はい、タイムラプスで、ISO 感度を、3200、ISO 感度を6400も投げれますね。まあ1600でいいでしょう。タイムラプスは写真と同じなので、なんと8秒シャッター、ただ、8秒シャッターなんて絶対無理ですよ。いらないですよね。はい。それでは、ポケット2は、ハイパーラプスではなくて、タイムラプスのシャッタースピードを遅くして、1.67 分の1秒。で、2秒間隔ごとに撮っていくというタイムラプスで撮ってみようと思います。さあ、どうなりますでしょうか。タイムラプス全然ダメでした。これ、ぐにゃーっと。タイムラプス動かさないようにしたくちゃいけないので、車載でカーブ曲がるとぐにゃーっとなるじゃないですか。で、今こんな風に真横向いてるんですよ。で、ダメですよっていう表示になってますので、これを手動でこうやって、元の位置に戻して、で、撮らなくちゃいけない。ああ、ダメだな。全然ダメでした。はい、今また確かめたんですけど、ちょっと、なかなかいいと思いません。ちょっと無理やりやって、このジンバルの向きがスタートした途端にガーッと横向いてしまって、戻らなくなってしまったので、これはダメだと思ったんですけど、そのまま構わず走りましたら、自然とまだまっすぐにもなったんですよ。で、その後また、横にガーッとなってしまったんですけど、そのまっすぐの部分、ちょっと短い部分だけですけど、それだけ比較すれば、先ほどの GoPro のナイトモードと変わらないような映像が撮れていました。ポケット2にはこれが限界っていうことでしょうね。でも、まあまあ同じようなものも撮れなくはないっていうことですね。ジンバル付きなので、まあ限界があるのかもしれませんけど、ポケット2に GoPro のようなナイトモードっていうものがもし実装される日が来れば、もうめちゃくちゃ最強だと思いますね。今のところナイトモードみたいなものを撮りたい時には GoPro、 そうじゃない時にはポケット2。 GoPro の電子手ブレ補正では一番初めにお見せしたように、もう全然ブレブレでダメな状態になりますので、そういうものはやはりジンバル付きのポケット2に勝るものはないっていうことになるんですけど、最後のナイトラプスに関しては GoPro の方がずっといいですから、ナイトラプスみたいなものを撮るときにはもう絶対に GoPro で、通常の夜景撮影の手持ちの撮影っていう場合にはポケット2っていう使い分けっていうものが必要になるんじゃないかなと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございます。ちょっとメーカーでは絶対やらないような感じのことをレビューさせていただいたんですけど、いかがでしたでしょうかね。使っていくうちに、ああ、これこうするとどうなるだろうっていうのがどんどん出てくるんですよ。ご覧いただいている方がこういう場合はどうなるのっていうことがありましたら、参考にさせていただきたいと思いますので、よろしければどんどんコメントいただければ嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。